パウルヒン・デ・ミットは、ドイツハーナウ出身の作曲家、指揮者、ビオラ奏者。その他にもバイオリン、クラリネット、ピアノなど様々な楽器を弾きこなす多彩な演奏家であった。第一次世界大戦後、ロマン派からの脱却を目指し、新速物主義を推進。20世紀ドイツを代表する作曲家として、同時代の音楽家に強い影響を与えた。 また生涯に600曲以上を作曲。公共曲やオペラばかりではなく、オーケストラを構成する、ほぼすべての楽器のためのソナタを作曲した。アマール死従相談の一員として1895年11月16日、ドイツのハーナウに生まれた。父親は、シレジアのナウムブルクアムクバイス出身の職人で、芸術家になろうとしたが成功しなかった。 自らの夢を託そうとして、父は子供たちに厳格な音楽教育を施した。1908年にフランクフルトのホッホ音楽院に入学し、バイオリンをアドルフ・レーブナーに学ぶ一方で、作曲と対法をアルノルト・メンデルス・ゾーンとベルンハルト・ゼクレスに学んだ。父は子供たちで、弦楽三重奏団を組ませて演奏させた。 1913年から劇場の還元楽団のバイオリン奏者として音楽家としてのキャリアを開始した。成形のためにコーヒーハウス、ダンスホール、映画館などで働くこともあった。20歳の時にフランクフルトムゼウム還元楽団のコンサートマスターを務めている。1915年からは市のアドルフ・レイブナーの弦楽四重奏談のビオラ奏者を務めた。 第一次世界大戦で父親は戦死した。ヒンデミット本人も1918年に従軍している。この時代に書かれた曲は大部分がヒンデミットの生前には出版されなかった。戦後、ビオラのソロ奏者としての活動を行うとともに多くの作曲を行った。1920年に結成したアマール玄学四重奏談では8年間にわたり、 活動し、1921年に開かれた第1回ドナウエス新元室内音楽祭において、弦楽四重奏曲第3番作品16の初演を行っている。1924年に、フランフルト歌劇場の主席指揮者であったルートビヒ、ロッテンベルクの娘のゲルトルートと結婚した。1927年に、ベルリンに引っ越し、 ベルリン音楽大学の作曲家の教授を務めている。当時バイオリンのヨーゼフ・ボルフ・スタール、チェロのエマヌエル・フォイアーマンと結成した三重奏団は有名で自身が演奏するための弦楽三重奏曲も作曲している。作曲家としてはオペラ、映画音楽、あるいは電子楽器。 トラウトニウムのための音楽など幅広い活動を行い、自ら演奏するためのビオラやビオラダモーレのための曲も書いた。ヒンデミットは国際的に有名になり、ダリウス・ミオー、イーゴリ・ストラビンスキー、フランツ・シュレーカーらと知り合った。ナチス・ドイツ時代の初めにおいては、ヒンデミットの評価は揺れていた。ヒンデミットの音楽はロマン派の作曲家からすると、 進歩的すぎるが、アバンギャルドな立場を取る、作曲家たちにとっては恩恵で、順応的すぎると批判されていた。アバンギャルドを批判していたナチスにとっては、ヒンデミットは、受け入れられないものではなかった。しかし、ヒンデミットは、当時帝国音楽院の顧問であったのにもかかわらず、上記のようにユダヤ人のバイオリン奏者、チェロ奏者と、弦楽三重奏を組んで、 レコーディングをするなどし、ナチスから反感を受かっていた。1934年に、フルトベングラー式のベルリンフィルハーモニー管弦楽団によって、公共曲、画家、マティスが初演され、大成功した。しかし、同年10月に、ナチスの機関紙が、堕落の機種として、ヒンデミットを非難し始めた。 12月にヒンデミットはゲッベルスによって無調の騒音作家とされた。1936年には公式にヒンデミット作品の演奏が禁止され、1938年の大半音楽展でも批判された。作品の発表の場を失ったヒンデミットはベルリンから離れることが多くなり、1935年にはトルコ政府からの依頼で、 音楽教育の編成に携わり、アンカラ音楽院の開校に尽力した。1937年から1939年まで、毎年渡米している。1938年夏に、スイスに亡命し、バレー州ブリューに住んだ。さらに1940年にはアメリカに亡命し、イエール大学の教授として、ニューヘイブンに住んだ。アメリカ時代の教え子には、 ルーカス・フォス、ノーマン・デロ・ジョイオラがいる。アメリカ時代に作曲された曲には、ウェーバーの主題による、公共的変容、ルーデス・トナリスなど、人気の高い曲が多い。第二次世界大戦終結後の1946年1月に、アメリカの市民権を得たが、1951年から、スイスのチューリーヒ大学の教授の任についた。1953年には、 イエール大学を辞して、スイスに引っ越し、モントルー近郊のブロネに住んだ。ウィーン音楽院の教団にも立ち、1956年には、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の初の日本への演奏旅行に指揮者として来日している。1963年11月に、自宅で高熱を発し、診療のために、フランクフルトを訪れたが、 そこで12月28日に死去した。死因は出血性水炎だった。スイスシュラシエザのラシエザ墓地に埋葬されている。それまで、独創楽器としては、無視されていたビオラの独創曲を多く残すとともに、通常のオーケストラに定石を持つほとんどの楽器の独創曲を残した職人的な作曲家であり、各楽器の独創者に重宝がられている。 初期の作風は、後期ロマン主義や、表現主義の影響が濃厚であったが、1920年代より、新植物主義、新古典主義へ移行した。しかし、イーゴリストラビンスキーのそれとは異なり、モーツァルトの古典的な明瞭さよりも、バッハの意応を好んだ。バッハの演奏で、名高いグレングールドは、ヒンデミットは、現代の数少ない真の風画の名手であると、 彼の対応技術の高さを評価している。また彼は、クルトバイルやエルンスとクルシェネクと共に、アマチュアでも演奏が容易な、実用音楽を提唱している。四季、ビオラ独奏ともに録音を残し、ビオラ独奏では、自身の曲にふさわしい豪快で、パワフルな演奏を繰り広げている。それまでの伝統的な、競技の調整の枠を大きく超えるような音楽を書いた。 ヒンデミットであるが、シェーンベルクラの無調音楽に対しては、自然オ音の正当性を守る立場から否定的で、あった。教育も一風変わっており、ビルヘルム・マーラー式は音記号を採用せず、数日規定音の正当性を主張した、ドイツ人作曲家としても知られている。三西部楽曲の練習書、ビングスブーフ・フュアデン・ドリース・ティミジョン・ザッツでは彼独自の記号が並ぶ。 彼は複数の音が同時になるとその周波数の和の音と差の音がかすかに発生するという現象に着目しその結果どんな複雑な不協和音や半音階的旋律にも複数の音の間には超的な支配関係が存在し完全な無調は存在し得ないと主張したそしてあくまでも一つの中心音の超的な支配力のもとで 斬新な和音や半音階を駆使する作法を確立していった。このような作法は拡大された調整とも呼ばれた。十二の風画からなるピアノ曲ルーデストナリスに使われている音列は気温 C から徐々に不協和となるという構造を持ち、そうした理論が典型的に示されている。ありがとうございます。